ってベイスターズかも。楽しそうでしょ。いいですね、いいな、土いじりいいな。いいですよ。あのこれ自分が大事に掘ったやつ食べるとかも超美味しいでしょ。いや絶対美味しい、ね、本当に天ぷらにして塩つけるだけでもうごちそう。それはやばいな、ね、きんぴらとかが、どれぐらい収穫できたんですか。ですね、全然まだこれ終わってなくてですね、本当は2日で取るつもりだったらしいんですけど、8月の中頃までかかるんじゃないかということで、ぜひ一緒に掘る人を募集ということで。おお、あ、そうなんですね。 FM 技能に連絡してください。あらら。やりたい人は手黒くやってますね。午前中にもう作業して、午後からもうね体力的にきついので、午前中行ける人、午前中にその、はい、6時からレンコンの掘るのを、はい、一緒にやって、はいはい、あ、もう子供に食育とかめっちゃいいですよ。 いいですよね、うん、そっからちゃんと自分で補填校のレンコンにこんな風になってんだよ、それはなかなかわからないですからね、はい、あ、どんなに大変な思いをして取るのかという、そう農家さんの思いをそこでちょっとね、子供たちにもちょっと知ってもらったら面白いですね。この春ラボ商店さんでは泥付きのまま売ってますよってことです、うん、その方が日持ちするみたいですね。あ、なるほど。払ったらすごい白くて真っ白でね、普通に売ってるやつよりなんか白くて綺麗でした。あ、そうなんですね、うん、品種が多分違うんだと思うんですけど、あとこの年に2回なんでね、うんうん、結構若いっていうのもあるかもしれない。あ、なるほど、ピチピチなんですね、まだピチピチってあんまり言葉合わない合わないですけど、確かに、うん、なんか聞いてますか。はい、いただいてますよ。ツイキャス、はい、ツイキャスに聞こえてなかったかもしれないです。すいません、ディスラジで聞こえてた。あらら、すいません。ルドルフさんが、ユキさんバイトですかって。バイトっていうより、いやいや、ただは本当にバイトでやってたんですか。取材なのか、手伝いなのかよくわかんない感じで、はい、自分も膝まで泥に入りながらこの音を取ってきました。あ、それは絶対いいですね。で、シュプリームさんはレンコンの肉バサミ揚げが食べたいね。贅沢は、いいなぁ、それも美味しいなぁ、はい、レンコンって、うん、大人になってから美味しさを気づくもんですよね。あ、そうかもですね。子供であんまりレンコン好きって好きな人っていないですね。ですね、本当にレンコンとかなんかタケノコとか、はいはいはい、大人になってこの美味しさを気づきますよね。そうですね。いや、レンコンとかの天ぷらとかもうまいもんね。うまいわ。美味しいよ。で、なんかなかなか沖縄産ってないから本当に貴重だと思います。そうか、そうですね、うん、そのレンコン自体はいただいたんですか。いや、いただいてないです。まだ今年このまたちょっと一角やってみておられるんですよ、うん、で、これをどんどん広げたいということで。あ、なるほど、なるほど。作付け用にもたくさん取っていて、こう食べるのも本当に身内でちょっと。あ、そういうことなんですね。ちょっとこの春ラブ商店さんには売られるんですけど。なるほど、はい、そんなに広くは出回らないです、まだね、今年は。そういうことですね。これからまた来年以降はね、出ると思います、はい、いや、そんなの掘ったら食べたくなるじゃないですか。食べたくなった。なりました。なったけど、ちょっと量を見たらね、私こんな1回行っただけのものにはいや、でももちろんそこでは行ってあげないかもしれないけど、ちょっとスーパー行ってレンコン買おうかなと。あ、それはもちろん思いますね。はいはい。でもあれが美味しそうだった、白いやつが。まあ、確かにね、それが美味しそう、それが美味しいな、絶対。でね、そう、すごい泥の中から出すのが大変っていうのも分かったし、うんうんうん、そうやって体外で動かすっていうのもすごい、なんか久しぶりっていうか、あんまりやったことないから、畑仕事って。ああ、そうですか、うん、だからで帰ったらもう2時間ぐらいやっただけなのに、すっごい眠気がきてこ、最近そういう眠気
こう、はい、覚えたことのないような眠気、もうすぐ寝るみたいな。なるほど。深い眠り。あ、これはいいわと思って、このメリハリ。あ、すごい運動して。それだってしかも朝ですもんね、うん、要は。早朝にそれをやっていくことですね。いいですね。こういうの気持ちいいなと思います。それ気持ちいいね。気持ちいい休みの日というか、ね、はい、普段はあれですよ、なんかスマホいじったりとかして、うんうん、なかなか寝れない感じです夜はそうそうそう、もうすぐ寝れる。あ、うん、すごいな。それもあった、そういうのも良かったですね。はい、はい、いただいてますよ、シュプリームさん。またドロドロの中からピンクの美しい花を咲かすことから仏教の象徴らしいですねと。だから仏様は蓮台座に座ってるんです。あ、はいはい、なんか本当に思いました。あの、ね、見えてる部分はすごい、うん、あの細い茎に綺麗な葉っぱが広がって大きいね、ベラーっとしたやつ、うんうんうん、そこに水とか弾く水が綺麗にキラキラしてたり、はい、花がね清楚な感じで咲いてるんですけど、泥の中はもうすごいですよ確かにね、根ががっしり張っていて、こんな細い茎なのに、茎ね、そうだな、まあ、大体直径2センチとかかな、うんうん、細いでしょ。そうそうそう、2センチはまっすぐ立ってるんですけど、もう泥の中はがっしりって、こんなにしないと立てないぐらい動く、全く動かないから、うんうんうん、はぁ、よかったですね。ね、レンコンポコポコポコってこう、そうそう、やっぱり八方に積む、どこにあるかわからないのを、うん、裸足で入ったんで、これ足で探って、あ、へー、あ、そうなんですね。足で探して、うん、なんか引っかかったら、あ、これだと、うん、そうそうそう、傷つけない、折らないように、うん、折ったらダメですもん ね、ちょっと折ってる人若干いましたけど、あららポキッて、へー、まあ、ルドルさんは酢レンコンもいいですねって。酢レンコン、あー、いいですね。ちょっと食べたことないです。え、あ、おせち料理とかにあるんですけどね。あ、あれすすれんごんなんですね。あ、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと最後の、うん、あ、何ですか、なんか結構時間になってて飛ばします。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。最後に一言と思ったんですけどね、もうちょっと、まあなので、すごい面白い体験、うん、こんな体験できないと思うので、うんうん、ぜひ私ちょっと手伝えるよっていう人いたら、うん、FM 沖縄の方に電話してください。そしたらその、はい、そういう電報これの体験ができると。はい、私が宮城さんにつなぎますので。あ、はい、もしかしたらこれが夏の宝物になるかもしれない、ね、そうですね、この体験が ね、はい、ぜひ興味ある人は宜野湾ね、近いから、うん、はい、連絡してください。お願いします。 FM 宜野湾はですね、電話098-943-0094番です。はい、私が案内しますからね、はい、お待ちください。では一曲をお届けしましょう。結構な時間になってる、ダラダラ喋る。30分、カンナギの話しなかったの、ね、ずっとこんなしてたの分からない、何言いたいのか分からなかった。すごい、髪の毛がシミラミルミル。お母さん、喉乾いた。ない。メールは来てない。あ、いただいてます。あ、おう、じゃあもうCM 入れないとはぁ、もう、
興味あります？いやでも楽しそうですね、そういう子供たち。泥の中に足突っ込んだりとか、全身ドロドロってあんまなくないですか？全身はないかな。ちょっとこの辺までとか、そんなはあります。腰ぐらいまでとか、ね、なんかあの田んぼのね、そう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 、稲とかの、はいはいはい、でもそれもあんまり聞いてないかもしれないです。おはい。売店があるの、そこで買ってきた。そこの。サザンブリーズをお送りしております、はい、ではお天気と道路交通情報をお伝えします。お願いします。今日のこの後の天気は、はい、北東の風晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう、はい、波は 2.3m でうねりを伴うでしょう、はい、雨の降る確率この後 30% です、はい、明日の天気も晴れの予想が出ております、はい、北東の風のち北の風晴れで最高気温も34度になるでしょう、はい、あ暑いですね。また明日も34度ですね。はい、以上天気でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道です。はい、さあよいしょ、現在全線スムーズに流れておりますですか。はい、そうですね。が一つだけありますね、はい、はい、沖縄道上り西原ジャンクション付近、はい、故障車が止まっています、はい、前方に注意して走行してください。西原ジャンクション近くです。続いて一般道です。はい、来ました。ドン、大蛇名から前原向き渋滞しております。あとは国道58号線伊佐と茶谷の間両方向で渋滞しております。330号線、ダイカムからズケラン向き渋滞しております。日野湾付近はいつものとこ囲んでます。はい、いつものとこですね。はい、皆さんあの安全運転で過ごしください、はい、さあそれでは今日のテーマは、はい、夏の宝物でメールはいメールいただいてます。はい、ありがとうございます。はい、進撃のめいちゃんさん、はい、ありがとうございます。リクエストもありがとうございます。ゆきさん、あずまさん、お疲れ様です。夏ですね、セミが鳴いてますね。進撃のめいちゃんですと、先ほど帰ってきましたと。今日は観光の日で某 M 沖の公開の放送を見に行ってきました。がしかし暑かったと。私の夏の宝物はパウダーシートーはいはい、サラサラになる上に汗を抑えられるので素晴らしい宝物ですよ。ちなみに今日の夕ご飯、ゴーヤチャンプルー焼きそばですと。あ、え？ゴーヤチャンプルー焼きそば。それ一緒？え、だから焼きそばの具がゴーヤチャンプルーですよ。混ぜるんや。っていうことじゃないですか。別々に食べたい。あの、僕も初めて聞いてました。どうかな。確かにパウダーシートね。パウダーシートっていろいろあるんですかね。あんまり知らない。まあなんかいろいろある、その。そのフレグランスも違うし。ああ、そうなんですか。あ、じゃあなんかいい匂いとかだったら、ね、良さそう。それぞれいろいろあるでしょ。ひんやり冷やしてね。あ、そう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 、そんなのもあるし。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか観光の日らしいですね。うん、うん、
はい、そしてツイキャスも来てますね。はい、こちらも新規のめいちゃんから逆光全開ですね。東さん何も守られてないんですよ。そうなんですよ。僕はもう常にね、守られてない状況なんですよ。一応これ、か月作ろうとしてる努力は分かってる。分かってます。ルルフさん、レンコンの地下茎は強いですよね、と。うん、大阪の淀川あたりもレンコン畑だったようですね。あ、そうなんだ。淀川、あそこよ。そうだったんだ。あんなところに。そしてイチゴ狩りとかは割とできますが、レンコン掘りめったにできないので、あ、そうそうそう、ね、夏休みのいい思いになるかもですね、うんうん、って。確かにレンコン掘りはないな。したことないな。進撃のめいちゃんさんも小さい頃芋掘りで泥沼に足が入って大変でした。あ、芋掘りはでも普通泥じゃないですよね。土ですよね。まあ、土ですかね。でも幼稚園から行ったり保育園からね、うん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 、しますよね。確かに確かに、うんうん、そんなのやってしますよね。その土とか泥遊びのもっと深い版と思って、うん、もうぐちゃぐちゃになる感じの。子供だったらどこら辺まで行くだろう。太ももぐらいまで入る。うわー、ちょっと怖いですねそれ。あ、いやいや、あ、そっか、ちっちゃい子供。ちっちゃい子だったらでもちっちゃい子供にこの泥子遊びのために、うん、あの解放する日もあるって言ってましたよ。それいいですね、うん、近くの保育園とかから来るみたいです。へー、ちっちゃい子が行って、あの作業をね、うん、掘る作業はちょっとできないかもしれない、うんうん、本当に力がいるので。確かに、うんうん、だから泥遊びはね、いいと思うけど、だから大人でやりたい人がいたら、確かにね、ぜひ手伝ってください。へー、それ泥んこんとこなんか、でもレンコン以外なんか生き物とかいたんじゃないですか。なんかいろいろなんか足に触ったりなんかいっぱいいるでしょ絶対。ゆるゆる、それはなんか新しい面白いんじゃないですか。なんかタウナギっていうのがいます。あ、うなぎ。うなぎって大きいじゃないですか。1メーターでこんなね、直径10センチとかじゃないですか。はいはい、もっとちっちゃくて、あの姿は見れなかったんですけど、シュルシュルって足元。タウナギは可愛いらしいです。15センチぐらいで。へえ。え、そんなのいるんですね。いろんなもんがいると思うので、あまり気にするとちょっと怖いから。まあ確かに。でも、あ、それはそれでまだこうね、お子さんもちょっと楽しいですよね。うんうん、全く見たことない生き物が見れるんですね。トンボとかも4種類ぐらいいるとか言ったか、うん、たくさんいますよ生き物が。それ見るのも楽しいしね。そうですね、都会でそれができるっていうのが、うん、素晴らしい。はい、ルドルフさん、東さんのとこまで西日があって、そうです、もうそれはもう来続けてるので大丈夫です。で、あ、進撃のめいちゃんさんが台風情報行ってほしいということなんですけども、ね、ちょっと時間の都合で、そうですね、ちょっと申し訳ございません。明日でお願いします。お願いします。ちょっとお知らせです。ここで、はいはい、トロピカルビーチジュニアプログラム2017ライフガードと一緒に楽しく遊びながら海の安全や身を守る知識を学べる1時間半程度のプログラムがありますよ、うん、日程は8月13日日曜日、それ以降もありますけど、一番近いところで13日あります。午前10時から1時間半と午後2時から1時間半程度、水に親しむ基礎的なことから海の楽しさ、海の危険性、身を守るための知識などをライフガードと一緒に楽しく学ぶプログラムです。幼児から高校生まで参加できます。無料です。おー、はい、いいですねこれ。お気軽にお問い合わせください。はい、トロピカルビーチの方に電話0988972759番です。遊びがてらね、うん、海の知識も学んで、そうですね、ください。はい、安全に楽しんでいただければなと。はい、はい、ます、はいはい、メールいただいてます。ありがとうございます。はい、これモーミーさんですよね。はい、ハイサイキヒメアズマさん、モーミー IBC が夏の宝物はやっぱりクバガサかねえと。おお、普通は紫外線から頭守る髪の毛がついてるさ、その髪の毛がネガ DNA によって根こそぎ引っこ抜かれてからさ、薬と紫外線に当たったら頭から首根っこまで赤くなって明石のゆでだこ封じになるわけよ。2日熱が出て眠れなくなった時もあるさ。ああ、小さい時帽子しかぬだったらヒッチオーバーに、うん、脳膜炎難易度って言われたと、うん、あったお前をもっと強く注意すればいいのによ。だあ、今では脳炎取り越して雪姫見ての通りになってるさって。アンシェーマテアイサイ。ああ、
髪の毛って紫外線から守ってくれてるんですね。やっぱりそうですよ。それはこれがないとなんと相当な暑さなんですね、うん、確かに。もう私もあのこのハスレンコン取るときクバガサかぶってやりました。あ、持ってるんですけどこれいつかぶんのって思うじゃないですか。ちょっと普通に歩くにはちょっとね、まあ、確かに確かにこれは今だと思ってここしかないって思ってかぶってやりました。本当にあれいいですよね。でも髪の毛で、ね、学生時代は部活やってた時とかこう、はい、坊主にしてたりとかね、髪の毛してた時はもう外がでも夏が暑い暑い、もうクラクラしそう、本当に頭皮がすっごい暑いんですよ、はいはい、わ変な汗出てくるし、わそれも熱中症じゃないですか。本当ですよ、やっぱ髪の毛大切ですね。髪の毛とか、ま、守るやつね、帽子もね、皆さん帽子かぶって歩いてくださいね。ですよ、気をつけてください。はい、ありがとうございます。曲とかかけていいですか。はい、はい、どうぞ。では1曲どうぞ。無情報もちょっとあの情報、はい、はい、台風の情報です。台風第5号ですね、こちら強さ非常に強いと、存在地域日本の南にあります、はい、中心地でいうと北緯24度5分ぐらいにありますということで、中心気圧が940ヘクトパスカル、まあ、強さはやっぱ非常に強いというふうになってますね。すごいですね。これだから、今よこの図予報上では沖縄の来るとこに来るのは4日の3時頃になってると。うん、あ、まだちょっと読めないですね。うん、まだもうちょっとね、読めないですけど。この風の強さ、この影響あるんですね。あ、確かにそうかもしれないですね。そうか、そうか。はい、まあ台風がちょっと迫ってきてるので、皆さん備えていていただければなと思っております。はい、は、はい、今日はね、サンブリーズをお送りしてきました、うん、夏の宝物ということでね、はい、はい、あ、何なんですか、ゆきさんの宝物は。なんかあの、うん、夏休みというと、私、あの兄弟、長女なんですけど、はい、上がいないので、親戚のちょっと4つ上のお姉ちゃんのところに遊びに毎年行ってたんですよ、ちっちゃい時、はいはい、このお姉ちゃんの部屋とかでいろんなものを見たりとかしてなんか影響を受けるこの、なるほど、普段は触れられないようなものと、そうそうそう、漫画とか、うん、ちょっと大人なもの、なるほど、こういうのをなんかそういう情報を得たり、お姉ちゃんと喋るのが、うん、その思い出がなんか、あ、なるほど、やつになるとみんなよりもちょっと成長できるっていう、 そうそれがなんか覚えてますね。へえ、いい宝物ですね。はい、東さんなんか、あ、そうか、最初に言ったか、僕先生みたいな抜け殻抜け殻とかね。でも夏の宝物というとね、僕はそうですね、あとは僕はのね、姪っ子がいるんですけども、はい、姪っ子がね、もう可愛くてね、何歳ですか。今3歳なんですよ、はいはい、彼女はね8月生まれなんですよ、はいはい、だから僕にとっては彼女が生まれたことがもう夏の宝物かもしれないですね。姪っ子か、かわいい。今もこだ、今年の誕生日プレゼントをもう何にしようかっていう、あら、すっごい悩んでるところです。へえ、どんなところが、言うこととかですか。何ですか、その子が何か可愛いかって、はいはい、なんか、いや、すごいね、あの、僕、完全に僕のことを友達だと思ってるんです。あ、なるほど。なんかその2人の会話が見てみたいですね。いや、そうそう、時間なので、はい、もうちょっと詳しいことはまた次回聞きましょうかね。はい、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。美しいトロピカルビーチからお送りしましたよ。
はい、お相手は FM ギノワンのゆきと東勝明でした。ではまた来週、サザンブリーズはまた明日も聞いてください、ね、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう。